これあの計測室っていうところですね。はあ、これを横に置いてます。この燃焼ガスが出るところ、ノズルの部分を海側に向けています。で、先頭はこちらの、壁がある方ですね。こちら側に向けています。能代ロケット実験場は、設立当初からあの固体ロケットの開発試験の場として、貢献してまいりました。今でもあの新しいロケットの開発あの民間企業を中心にあの活発に行われておりまして、それに対して、引き続き貢献するというのが重要な任務です。ここの地はですね、あの能代市街に比較的近いにもかかわらず、保安林に、守られておりまして、大きなあの距離をあの取るあの大規模な試験ができる場所として、あの非常にあの、ロケット開発にとってあの役に立つ場となっております。日本のロケットの始まりの地、発祥の地ということで、この場で、継続的にロケットの開発の活動をさせていただいているというところに、あの非常に感慨深いものをあの感じております。